手のね、手羽先始まるよ。こっちが一番鶏で、こっちが若鶏で、ちょっと自粛期間中でこっちは少し小さいんですけど、本当はもっと大きいです。こっちが一番鶏で、若鶏、まあ、もうちょっと本当はこっちが長い、ね、で、今から揚げます。油が奥が180度で、手前が200度。まず一番こっちで一緒にやります。一番のりと素揚げって言って何もつけずに入れます。一番のりは4分、若鶏は3分半。入れ方があるとこうやってこう上がってないやつとか出てくるので、入れたら混ぜてください。先を全部裏面に向けて並べる。で、一番鶏、若鶏、たて、若鶏、主張でいく。まず、手羽先を通して、タレ通して、長時間入れたまんまにしないでください。もう必ず1本ずつ味付けてください。こういうのダメ、1個ずつ。表にして、で、手羽先って基本的にこのところから食べるんで、ここに味が付いてないと一口目うんってなっちゃうんで、そこがちゃんと当たるように。全体っていうよりここの部分だけ。ツルツルした方とザラザラした方があるんで、ツルツルした方が食材と接する方です。こっちで品種を、これ全部一緒のお皿でもいいんですけど、ちょっと本数が多いんで、で、各味ごとに固めて並べてください。レベルアップだよ。はい、唐揚げです。唐揚げは、つけてあるものと、唐揚げの粉、
片栗粉とコーンスターチが1対1、1人前は5個入りです。さあ、行くぞ。この片栗粉があると、時間が経つと硬くなっちゃうんで、この切り口。こんなはずでは。この切りが甘いと美味しくないんで、結構硬くなっちゃうんです。もうなんか言うたらほぼ表面にしかついてないぐらいいっちゃってもらっていいっす。分かってますね。さあ、切れます。効かないぞ。ガー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 。こう入れる時とかって握る時もあるんですけど、握っちゃうと上がりづらいんで適度に4分いきます。2回目いきます。ということを1分。これ揚げてる間にお皿準備します。こちらに天使1分経ちました。まだ経ってないけど、上がったらこれ分数の目安なんで、例えばその日の気温とか冷蔵庫に出すタイミングとかで時々火が入ってない時があります。ハサミでちょっと1個だけ試しに開けます。商品なんて切りすぎないように、ね、これが赤い時はやり直してください。盛り付けます。次です。次、おめでとう、レベルアップだよ。完成。はい、何番いきます。ブロイラーのもも肉を1枚別の機器になるかもしれないですけど、鶏肉掃除して、硬いところに。で、もも肉って分厚いところとそうじゃないところがあるので、真ん中にパス。目安1個です。
つ上げます。特徴として何番は上がってるとかで抜いてきます。他のも浮いてくるけど、何番は顕著に浮いてる。あの他のやつはさっきの唐揚げとかもそうだけど、あの浮いてなくても入ってたり。はい、一度立ちました。ドレッシングはかけすぎるとこっちの食べ物にかかるんだよ。あの揚げ物の部分はね。3センチくらいかな。まあ中にたたき入って、南蛮酢をかけるときにあのケチャップが全体にかかるように。あのなるべく少ない量で全体にかかるように。なんで大雑把にやっちゃうとあの下にたまるだけでかかんないんで。でタルタルソースも同じで、あ、一緒で。であの片側に寄っちゃうと乗ってないとこが出てきちゃうんで、まあ、真ん中に完成です。あ、完成です。ネギかけて、おめでとう、レベルアップだよ。これつくねです。これを1人前3個で、絶対温めすぎないです。メンチカツに使うのはあったりエビと2枚の分量がここに書いてます。これが250に対して違う、ちょっとあ、ごめん、この100に対して水250。混ぜてる間にだんだん硬くなります入れるときに形が壊れやすいんで、ちょっと整えて入れてください。いきます。4分後です。これが。レンジアップの時間が長すぎたりするとサイズがちっちゃくなるんで、あのアップしすぎないように気をつけてください。2分置きます。
あの先にお皿を作ってから出てあげてください。これもよし、はい、で、3つ中1個だけ切ってください。まあ、火が入ってるかとかの意味ある。大丈夫ですね。天使のエビ1人前に3本、流水解凍って水で解凍してください。何ですかこれ、何ですか。で、解凍します。2分ぐらいで多分いけます。これ水は流しっぱなしでいい。流しっぱなし、止めてもいい。これなんでかって言ったら、後から揚げるから完璧に溶けてなくてもいいっていうことと、ただ何のために溶かすかって言ったら殻だけ取りたいから、最低限殻が取れるまで溶けてれば OK。 エビ取りまよ。エビが取りました、ね、頭と尻尾の間を持っています。頭と尻尾も盛り付けで使うので、あの全部剥がれないんです。ちょっと残ってるの分かると思う。こういうのが残ってると美味しくないんで、such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by the side, it's okay. Okay, okay, maybe you could be the change. I need you today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.あげます。あの、エビがあのまっすぐなるように。まっすぐなるとこういう丸いまった状態にならない。で、唐揚げの二度揚げっていうのをここで投入してください。熱いぜ。特にエビはちょっと揚げすぎないようにします。だるんにつけてください。だるんだるんに。
とパプリカとか散らしますけど、ちょっと練習なんで行ってましたよ。